ランド新コンテンツ習い事シリーズ第1弾、本日のテーマはリズムです。風の噂でですね、はい、しんさんのそのメソッドをやるとめちゃくちゃ上達するというふうに聞きました。まず一つにはリズムの楽譜上での仕組みを理解する、感じるより先にちょっと一回理解するというような感じかな。そもそもそうだ、拍子とビートの違いってよく実はさっきのね、そのリズムに関する言葉ってすごくみんなが曖昧に使ってる、そのさっき言ったリズムっていうのもそうだし、拍子とかビートとか、あと例えばノリとかグルーブとかっていろんなリズムに関する言葉があるんだけども、多分これらの言葉を明確に答えられる人はあんまりいないと思うんだよ、正直言うと。拍子っていうものとビートっていうもの、この違いは何でしょう？じゃあ分からん。ビートは、そうか、うん、連なっているもの。連なっているなんで？分かんないです。四分音符が一小節に4つあるっていうのが4分の2拍子っていう、あの考え方なんだけど、実はね、僕ね、授業の中ではそうやって教えてないのね。多くの音楽は、こう感じ方としてある一定の数の繰り返しで進んでいくっていうものがとても多いのね、うん、例えばさっき言った 4の繰り返し、1、2、3、4、1、2、3、4とか、3の繰り返し、1、2、3、1、2、3とか、うん、そのいくつのサイクルで進むかっていうのが上に書いてる数っていうのが上に一応僕は普段教えてるね。だから上が4って書いてったら4の繰り返しですよ、うん、3だったら3の繰り返しですよ、うん、でその例えば4の繰り返しの4のうちの1個あたりを何音符で表現するのかっていうのが下で書いてる数。ああ、なるほど。っていう解釈をしてるね、僕は。ああ、なるほどね。うん、わかりやすい。なるほどです。うん。捉え方が。そう。だから、そうすることによって、例えば、8分の4拍子ってなると、うん、サイクルは4だから変わらないわけ。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー。ただ、この楽譜の書き方として、一拍あたりを8分音符で書いてますよっていう、そういう書き方があるわけ。で、ビートっていうのは、ここまでいいや。じゃあ、もう一回。ワン、ツー、スリー、フォー。もう一回。ワン、ツー、スリー、フォー。全然違うわ。今、歌は何も変わらず、要するに。キラキラ星って基本的に四分音符とか二分音符とかでできてるじゃない、はい、でこっちが変わったじゃない、うんうん、何が変わったのかっていうと、一拍あたりをどのように分割するのかっていうのを変えた。うん、1個目ね、タカ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 、だから一拍あたりを二等分にする、うんうん、だから一小節でいうと8個音があるわけね、うんうんうん、つまりこれを8ビートという、はいはいはい、8個あるから、で次にやったのが、で1個あたりを3つに分けた、いわゆる3連っていうリズムで分けた。で最後のこれっていうのは高つく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 なんで、1個あたり一拍あたりを4つに分けた。だからそれが4拍あるから、いわゆる16ビートというやつ。なるほど。でそれが一拍あたりをどのように細分化するのかっていうのがビートなわけ。そういうことか。だからなんか歌とか16を感じて歌えみたいな、そう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 言われてましたもん。だから16を感じて歌えって言われてるのに、一生懸命ワン、ツー、スリー、フォーってやって感じても、そこのタクつく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 、そっちを感じないとダメだね。なるほど理解しました。じゃあ今のこれ、あ、はいはいはい、これ何ビートに当たるでしょう。4つに分かれてる。そうだよね、うん、一拍を4等分にしてる、かける4だから16、そういわゆる16ビート、つまりそのね、今上の方の楽譜を見てもらうと分かると思うんだけど、うん、このそれぞれの、フレーの中の最小単位の音、うんうんうん、16音符じゃない、はい、はい、だから最小単位の音に合わせて全部を細分化してる、うん、その細分化のこの位置がわからん。タタ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 タ、そうタタタタ、あの
16分音符でこうくくられてるじゃないですか、はい、そこが1拍分なの、はい、高つく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 っていうので1小節分ね、はい、でそうすると例えば丸1、はい、丸1を見てもらうと、はい、高つのところにつく、うん、高じゃない、うんうん、はい、2小節目高つくじゃない、はい、3小節目高つくじゃない、はい、3小節目3拍目ね4拍目高つくじゃない、うん、はい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 、だからつく、だから、そう、今、丸が書いてるところだけを手拍子する。つく、たく、たく、つく、たく、つ、たつく、たく、つく、たく、たく、つく、たく、つ、たつく、たく、みたいな。おい、わかりやすい。下の方、丸二の方だと、たく、たく、たく、つ、たく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 、つ、あ、あ、マジで難しい。たく、たく、たく、つく、たく、あ、あ、待って待って。たかつく、たかつく、あ、ここ三つ目のところが難しい。これ二人でやる以前に一人でも。まずちょっとそんな感じで。でも、実はね、さっき二人が上の譜面見て、できたって言ってた時って、これを感じてなかったでしょ。感じてなかったです。で、いわゆる、音を鳴らすところしか感じてないのよ。うんうん、でも、大事なのは、鳴らしてないところなのよ。音が鳴ってないところが大事なの。名言。こうやって譜面を見たら、どうしても多くの人は、はい、うん、た、た、うん、た、た、た、うん、た、た、鳴らすところを基準に考える。でも、実は、リズムって時間の流れだから、はい、流れてなきゃダメなの。その流れてるのは、これは今16で流れてるので、はい、高つく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 、だから、音を鳴らすところが、なんていうのかな、ちょっと語弊があるかもしれないけど、鳴らすところが偉いわけじゃなくて、鳴らしてるところも鳴らしてないところも勝ちは一緒なの。なるほど。意識しないとっていう。たまたまここで音が鳴るよっていう。はい。はぁ。すごい、この八分九分のことを軽く見てました。うん、そうでしょ。そう、だから例えば丸2の方でも、まあ、譜面上休符がなくて全部そのいわゆる音符で書いてるんだけど、うん、その音符の例えば8部の裏には、うん、あのただタンじゃなくてタンっていううんっていうのがあるわけです、タンタンタ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 っていう今ね、あの さらっとまずはやってみましたけれども、あのこの後続く2回目でもう少し私たちこう練習して慣れていこうっていう、うん、まずはキープしようっていうお話ですよね。ここで頑張ろう頑張ろう思ったよりできなかったできない、あのちょっと私とおかけしません、引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。実はそう取らない、えどういうことだ、つまりね、今の取り方ってどっちかっていうと8とか16でと思うので、タク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 拍子ってそのワンツースリーフォーなので大きな時間がかかるんですね。でビートっていうのは細かい時間、細かくやるときはどっちかじゃダメなの。